田中高成は、京都府南丹市出身のプロ野球選手。宇藤左打東北楽天ゴールデンイーグルス所属。京都、園部中学校、大井ファイターズ時代に、甲子園での大峰優太郎の活躍に触発され、石峰吉森監督の指導を受けるため、沖縄県石垣市の八重山商工に進学。初めての寮生活や石峰の厳しい指導で、 もう毎日やめたかったですと当時を振り返っている。2年時は1学年先輩の大峰翔太とバッテリーを、組夏の県大会では、唯一2年でベンチ入りしたが、エンドランで空振りするなど、自身のミスもあり、準決勝で高難に4から5で敗退。監督から全部員と父警がいる中で、お前のせいで負けたんだ。お前のせいで3年の高校野球が終わったんだと、厳しく叱責され、 それを見ていた母が自ら寮母となり、京都から石垣島へ移り住むことを決意。ちょうど当時の寮母が辞めるタイミングだったこともあり、監督の自宅を改装して作られた寮に、引っ越し新食を共にした。3年夏は、県大会3回戦で、宮区に向く進むを要する糸満高校に敗れた。甲子園出場はなし。石垣島まで直々に訪れた。 山梨学院大学公式野球部監督の高橋十三とコーチの伊藤明から勧誘され、山梨学院大学に進学し、1年春の開幕戦からリーグ戦に出場。首相となった4年春にはチームを総部以来初の全国大会出場に導いた。4年春、秋にベストナインを獲得。1年上に高梨博俊氏がいる。 2014年の NPB 育成ドラフト会議で、読売ジャイアンツから3巡目で指名。育成選手として入団した。入団当初の背番号は零零後。2017年、WBC でチームを離れた小林誠二に代わって、育成選手ながら、プロ入ル初の一軍のキャンプに参加した。オープン戦には6試合に出場。イースタンリーグ公式戦には7月31日までに、 二軍の保守陣では最高の40試合に出場し、打率253を記録した。これが評価され、登録期限日の7月31日に支配下登録を勝ち取り、背番号を63に変更した。11月25日から台湾で開催されるアジアウィンターベースボールリーグにおいて、n p b スタン選抜に選出される。オフにはドラフトボイで指名された。 田中俊太が背番号63を着用することになったため、自身の背番号は69に変更となった。2018年8月31日に初めて1軍に登録され、翌9月1日の対中日ドラゴンズ戦で延長12回表に中川光太の代打として1軍初出場。ただし、相手投手が右の木下雄介から、 左の岩瀬一則に変わったことで打席に立つ前に、代打の代打として、吉川大工が送られたため、守備も打撃も走塁も行わない、珍しい初出場となった。その後は、出場機会がなく、9月11日に、登録抹消された。2軍では64試合に出場し打率、308を記録。ファーム、日本選手権。 阪神戦でも先発マスクを任されたが4から8で敗れた。2019年は8月29日に一軍に登録され、同日の対広島東洋カープ戦で大量リードの9回表に大城卓造に代わってマスクをかぶり、これが実質的な一軍初出場となった。なお、9月1日に登録を抹消され、初打席は 未体験のままこの一試合のみでシーズンを終えた。二軍での出場試合数は前年の半数以下に減り、契約公開時に悔しさしか残っていない一年と振り返った。シーズン終了後の11月23日からはアジアウィンターベースボールリーグへ2年ぶりに参加した。2020年には保守登録の選手から小林、住谷議員人狼。 大城拓蔵と共にレギュラーシーズンの開幕1、軍メンバーに名を連ねた。しかし、実際には公式戦へ出場することなく、開幕4日後の6月21日に、出場選手登録を抹消された。抹消後は、保守出身の安倍晋之助に軍監督から、打つポイントをもっと前に想定しながら、バットを振れば、もっと強い打球を放てるとの禁言を受けたが、 一軍への復帰までには至らなかった。2020年9月28日に巨人から金銭トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍することが発表された。背番号は55で、チームには2017年から田中和元が、2021年から田中正宏がそれぞれ在籍しているため、報道やスコアボードでは田中隆史という表記を用いることになった。移籍後は、 イースタンリーグ10試合で通算打率450を記録したことなどを背景に10月24日の対北海道日本ハムファイターズ戦から1軍公式戦9試合に出場。この試合では9番保守としてプロ入り後初めて1軍公式戦のスタメンに起用されたほか4回裏の第2打席で1軍公式戦発案だ。 初打点を河野達夫からの敵地打でマーク。次に、スタメンで起用された同月29日の対埼玉西武ライオンズ戦では、3回表の打席でセーフティスクイーズを成功させたほか、7回表の打席で一軍公式戦での初本塁打を放つなど、3安打3打点という活躍で、チームの勝利に貢献した。一軍公式戦全体では、 打席数がわずか18ながらも打率400出塁率438超打率600をマーク。シーズン終了後の12月9日に臨んだ契約交渉では球団から提示された年俸が50万円の増額にとどまったもののこの条件で公開した後にプロに入ってから最も充実した年と10回していた。 2021年には、正保守候補の一人として、春季キャンプのスタートから一軍に帯同。チームへ8年ぶりに復帰した同性の田中雅宏とも、キャンプの途中からバッテリーを組んでいる。二類送球1.9秒の強権を誇り、スローイング能力が高い。沈み込むような個性的な打撃フォームから、潜水艦打砲と、ファンから名付けられた。ポジティブ思考であり、 どんな時でも元気を失わない。また、研究熱心で、人思いで、優しい性格。巨人時代は、菅野智之と初めて試合でバッテリーを組んだ際、菅野に4回まで首を振らなかったのはプロに入って、初めて、面白い保守だと言わせた。ありがとうございます。